おっそら勇者ポケモンマスターズやっていこうか。あ、スピコと大人あのね、まあ、よし絶対10歳じゃないよね、この子絶対10歳じゃないよね、育っているの大丈夫？いけない、大人の女をいけない。ステータスなのね、ステータス気にしちゃうのね、最近の子供はね。恐ろしい。なるほどな、カンナさんは昔ラブプラスのぬいぐるみが大好きだったんだ。おやおや、いらっしゃいませ。さっさーさあ、ウィチュウニチウィカイのあいつをやっていこうか。おやおや、はい、あ、スロットイン。あ、なんだなんだ、おお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 さて、不要だ。何かに誘われるように森の中へ入っていった勇者。進んでいった先で見つけた不要は誰もいない場所で辺りを見渡していた。わし違うの？なんか勘違いしちゃって恥ずかしいぜ。何言ってんの？後ろだ。さすがね。おーし、怖いんじゃ。なるほどね。なるほどね。何よ。ん？これ以上関わらない方が身のためなんじゃ。危ないんじゃ。なんか連れて帰ってきてしまうんじゃ。怖いこと言ってるんじゃ。無責任なんじゃ。明るいけど、てか横から見るとでかい。なるほどね。なんとなく知ってるけど知らんことにしてるんだよ。連れて帰ってきちゃったら困るからね。はい。なるほどね。まあ、顔はやめなよ、ボディボディってことだよね。わかる？うん、頑張って。顔はやめなくちゃいけないんだ。そう。はい。というわけで、チャオだ。ごめん。